なるほど。本当だ。雰囲気変わりますね。ね、なんかは、ね、全面レースですね。こんにちは。佐藤店員チャンネルです。本日は横浜そごうの山崎さんと池袋東武の小森さんに来ていただきました。あと大関さんと木内さんにも来ていただきます。そして撮影隊カメラマンの鈴木さんと、はい、よろしくお願いします。解説秋元です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はカタログコーデ第2弾ということで、カタログに掲載しているモデルさん着用のコーディネートそのままズバリを、はい、店長さんに来ていただきました。コーディネートです。かわいい。でそのコーディネートのアイテムを使ったちょっとアレンジバージョンのスタイリングっていうのを小森さんに来ていただいてます。ご紹介したいと思います。では店長の、はい、では付け襟の紹介いたします。ウェーブレースニット付け襟です。サイズはフリーサイズ。お色が山崎店長着用のベージュと小森さん着用のブルー、ブルー、はい、はい、もう一色ブラックの3色展開です。お値段9900円です。お色味がこの縁の色を参考にしていただけると分かりやすいですかね。で今年ちょっとこういう大きめの付け襟ね、トレンドで、ね、カーディガンとお色かなり変えてるんですけど、こっちは無地の、無地の T シャツに合わせてもね、ちょっとアクセントになりますね。可愛いです。シンプルなところ、またシックでね、コーディネートに、パンティースでも T シャツでも、うん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 、そうですね、ちょっとアクセントに、ね、なりますもんね。カラーのコートみたいなので、あ、コートの上でもね、ジャケットにつけてもおしゃれですね。ですね、アンド強固らしいコーディネートにすぐできるわけですね。アクセサリー感覚でね、つけていただけるかなと。でこれちょっと真ん中ですけど、ちょっとずらしてつけたりとか、ね、横にしても可愛い、ただつるっと可愛い、斜めぐらい、斜めとか、うんね、もうちょい、うん、横にしちゃっても可愛いと、うんうん、あ、いいですね、可愛い、そうですね、うん、またちょっと違った感じになって、逆にしちゃって後ろボタンでも可愛い、あいいですね。なんか真後ろにしちゃって、ただ前こうひらひらってなってて、後ろボタンみたいな感じにしても可愛い。いいですね。本当だ。可愛い。セーラーカラー、ね、後ろ向きが、うん、多分可愛い感じになると思うんで。あ、可愛い。本当だ。雰囲気変わりますね。ね、なんかワンピースにとかいろいろつけたくなりますね。可愛いです。おしゃれな感じ。これは合わせる感じによって。雰囲気変わりますね。本当ですね。そんなレースニットをつけたスタイリングなんですけども、はい、山崎店長はその付け襟とカーディガンね、重ねてるんですよね。本当レースがたっぷり。レースのしちゃいましょう。これもカーディガンもご紹介いたしましょうか。はい、はい、ファンシーレースニットドッキングカーディガンです。サイズはフリーサイズ。お色は店長着用のマスタード、はい、マスタードですと、ピンク、はい、小森さんピンクとブラック、はい、3色です。お値段59,400円です。今回これ後ろまで、全面レースですね。なんか袖も可愛い、ほんと、ニットとレースのドッキングの、豪華、ね、ここまでレースをたっぷり使ってるのってなかなかないですよね。初めてじゃないですか、後ろまで、ね、全部レースの仕上げな、結構ね、部分使いとかがね、今まで多かったですけど、ね、ここまで贅沢、ざっくりニットが、ね、うん、合わさってるところが、うん、軽いですね、かわいいですね、袖広がりな感じ、ね、で、まっすぐじゃないですもんね、うん、ラッフルみたいな、うん、上の部分に丈もこのぐらい、店長山崎さんが身長156センチ。笑うとで、スカートとの合わせの丈がバランスいいですね。で1個ボタンなので、はい、ちょっとボレロ風な、ボレロ風でなんか、ね、お食事会
合とかこう合わせたりしてもグッと華やかになりますね。華やかな感じになりますね。袖の配色も効いてますね。そのオレンジにグリーンとか、はい、この色はそうですね、この色とこちらの色は、じゃあ各色ちょっと近づいて、はい、そのレースの部分も含めてちょっとまずこの山田先生のマスタード、ここがお袖ですね。お袖で、でこのレースの部分、見頃が豪華ですね。豪華ですね。こんな色を使ってます。複雑な感じです。次じゃあ黒。黒、はい。まあ、黒じゃないんです。うんうん、軽やかですね。チャコールですね。お袖の部分がこういうニットになってて、で。見頃の部分のベースが透かすと綺麗ですね。透け感のある素材感ですね。重ね着も楽しめそう。なんか普通に白い T シャツとかでもね、そうですね、白に合わせたら涼しげで、中に持ってくるそのインナーの色とかでだいぶ見え方変わりそうですね。で最後これがピンクでしたっけ。ピンクですね。お袖の部分の中に明るい色ピンク系が入って、で身頃の部分が一番綺麗で分かりやすいですね。うん、春らしい、ね、春らしいですね。はい、あのブルーの T シャツに着てます。あ、合いますね。合いそうですね。綺麗な色合いです。このスカートも可愛らしい。可愛いです。このスカートもじゃあぜひご紹介を。はい、こちらリリー柄ジャカードフレアスカートです。サイズは1、2の2サイズ。お色が山崎さん着用のベージュと小森さん着用のグレー、あとダークブルーの3色です。お値段 57,200円です。お二人とも1のサイズ着ていただいてますね。サイズはサイズ1の方です。ウエストバッキー、かわいい柄、リリー柄、ね、リリー柄ユリの花です。可愛らしいね。ほっとしたリリーはちょっとアートなユリですね。メラヒカルに表現した姫の柄ですけど、そうですね、ちょっとこの差し色がなんか色合わせが素敵です。とても黄色も映えてますし、小森さんの色も全然、ね、同じものに見えない、配色が違う感じですけど、どれも、ね、素敵な色合わせですね。いいですね。これも素敵で、ブルーが黄色が生えてますね。うん、ちょっとシャリ感があって、はい、ハリ感あるけど、膨らみすぎない、はい、ボリュームが出すぎない感じなので、確かにそうですね。はい、軽くて履きやすいですね。はい、程よく落ち感もあって綺麗なラインですね。長さもねあるし、そうですね。長さもなんかすごい長いロングではない。そうですね。うん。いろいろ重ねて着こなしが楽しめそうな感じですね。いろいろレギンスとか合わせて、靴で合わせたり、この時期ブーツで合わせたり、あと靴で合わせてもパンプスでね、着こなしによってはカジュアルでもエレガントにもいけそうなスカートですね。そうですね。春らしくね、やりますね。ありますね。綺麗な色です。色が合ってます。こっちがカタログの、そうですね、カタログのコーデはインナーはの定番のラッセルでね、はい、新色です、はい、オレンジ、オレンジの色でね、はい、重ねてますけど、はい、ほんといろんなお色あるので、うん、他の色で合わせても楽しいかもしれないですね。この時期はほんとちょうどいいですよね、はい、どんなところでしょうか。はい、今後もですね、春の新作どんどん紹介していきたいと思います。商品の詳細が気になる方は佐藤繊維オフィシャルサイトクロスイートオフをご覧ください。またはお取り扱いいただいている小売店さんと、あと直営店の方でもご相談いただけますので、ぜひご来店お待ちしております。そしてこちらの動画面白いと思っていただいた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。